民の犠牲になろうとしている。築地中央卸売市場を守るのはこの方です。よろしくお願いします。どうも。今あのてっちゃんとちょっと喋ってたら TPP がだいぶ関心が薄いよね。ちょっと少ないもんな。まあ、あの日米の協議がまた暗雲が垂れ込めて、毎年なんかもう 5年ぐらいになりますかね。年末になると年内妥結かっていうあの脅かしの、話が流れて、年末頃にはしぼんでね、で春先かって話が流れて、でよくわからないうちに、秋口になるとまた年内妥結かっていうのをずっと繰り返してる。でその前には、ドーハラウンド、それからウルグアイラウンド、もうずっと前からと世界のというかな、世界のという資本が自らを増殖するためにずっと企んできたことが、やるたびに何らかの障害があって挫折を繰り返しているのが TPP だと思います。で、TPP 自体に関しては私はある程度楽観的なのよ。これまとまんないんじゃないかと思って。しかしその内容がいろんな形でね、例えば日米の2国間で FTA をやるとか、あるいは戦略特区、国家戦略特区のような形を借りて、実際には我々に襲いかかってくるのかなという感じが、しています。で、築地との関連でいうと食料品ということなんだけども、大雑把にね言うと築地の移転もそうですけれども、 TPP によって私たちがみんな嫌いなあのイオンが例えばウォルマートに負けるとか、そういうような絵が浮かぶなという感じがします。いつも言ってるんですけれども、ウォルマート、それからカルフールが10年ぐらい前ですかね、10年経たないか、日本に押し寄せてきまして、日本の市場、食品スーパー業界を、乗っ取ろうと思って企んだんですね。でところがこれ失敗しました。でカルフールはフランスの会社ですけれども、カルフールは全部撤退して、引き上げました。ウォルマートの方は、失敗はしたけれども声優を子会社に、完全子会社にして今隠れてるのね、潜んでるのよ。で虎視眈々と狙ってると思うんです。でカルフールとウォルマートが失敗した原因っていうのは、実は生鮮食品の小売りがうまくいかなかったんですよ。日本のアイテム数の多さにぶったまげて全然ついていけなかったんですね。でその生鮮食品のアイテム数をじゃあ一体誰が作ってるのかということになると、これ卸売市場の今の制度なんです。大間のマグロが価値があるということになっているのは卸売市場、築地市場でそういう値段を、プロの目利きがつけるから大間がブランドの価値を持つようになったということなんですね。でその他にも事、細かに値付けをして、でそれが、一定のブランド価値を持ってくる、あるいはアイテム数、特にねみんなが気にしなくても一つの例えばブドウでもね、ものすごいアイテムあるでしょ、ね、ああいう風に、イワシだってね、どこで取れたイワシとかね、サンマだってどこで取れたのってなことになってるのは、これ卸売市場があるからなんですね。でこれが、卸売市場というのは国が関与している制度ですから、当然 TPP のようなものが締結される場合には制度自体がなくなるんじゃないかというふうに言われてます。当然アメリカのウォルマートのような企業が不利益を被ったとか言い出して、続けていけないだろうと言われています。でそうなると、今
我々が当たり前のように、買っているこのものすごい数のアイテムの生鮮食品っていうのは多分アイテム数をどんどん減らしていくんじゃないかというふうに思うんですね、そういう未来というのを描けば、これはウォルマートがイオンをぶち壊す、そういうこともあり得るんじゃないかと。 TPP5 の世界というのは、そのぐらいにもうあんな無敵のようなイオンでも負ける場合があるんじゃないかと、そのぐらいに大きな変化が起きるんだと思います。いつも言ってるように、これはみんなのものをいつの間にか誰かのものにしようということです。私的所有権の絶対化というふうに、言いますけれども、今までみんなのものだった国鉄がいつの間にか JR になって、ちょっとねサービス良くなったなとその時は思うけども、今になってみれば北海道で線路すら維持できないんですね。で 都会部では、駅の中に商店街を作って駅の外の商店街を潰してるんですね。これみんなのものだったんです。みんなのものはやっぱりみんなのものにしとかなきゃいけない。それから食料というのがみんなのものなんです。だから農地の売買って自由にできません、買う人がちゃんと農業を続けていくのかどうかとかいろいろ審査が、規制上、まあ今相当規制緩和されましたけど、いろんな抜け道ができましたけど、一応大義名分としてはそうなってるんです。それは食料というのがみんなのものだからなんですね。だから、それを生み出す農地の私的所有、売り買いに関しては制限がかかった。こういったものもどんどん撤廃されるだろうと。大阪では水が民営化、民営化の話出てますよね。あの電力のに関しても民営化の方がいいんじゃないかという人いますけど、これは私非常に危険なんじゃないかというふうに思います。みんなのものはやっぱりみんなのものにしておく必要があるというふうに思います。で、卸売市場も、日本の誇る制度ですから、逆に世界中がこれを真似するべきだというふうに思います。ということで、築地で A じゃないか、これちょっとね仮チラシでね、タイトルもきちんと決まってないんで、仮チラシなんですけれど、守ろう築地市場パレードボリューム5、築地で A じゃないかは、築地で A じゃないか in 銀座ということで、築地から銀座に象徴人の、いるところに行こうじゃないかと、いうことで、私、ちょっとこれまずいかな、まずいけどいいや、私個人的にはですね、銀座皮切りに、新宿渋谷と、浅草回ってもう一回築地に凱旋した頃には、この移転計画を、中心に追い込むというような、なんとなくね、ストーリーを描いてます。築地で A じゃないか in 銀座、10月25日ですから、さっきの告知の前の日ですか、なんだっけ、団結祭りの、前の日、パパママウォークのまた前の日なんだね。ですから、連日大変ですね皆さんね、まさか裏切ったりしませんよね。ということで、10月25日、築地出発で銀座までデモをします。よろしくお願いします。ありがとうございます。